ゴリラ夫婦です。乾杯。頑張れ。あんま化粧しないでアップじゃない方がいい。何？アップじゃない方がいい。なんで？はい、じゃあ皆さんこんにちは、サンキャです。はい、久々にね、子供たちが、3匹ね、上で寝ましたということで、久々やな、飲むの、うんうん、ちょいちょい飲むけど、そんなにがっつりこんな感じで飲むのないもんな、最近。そうだな、ちょっと豪勢。そうそう、平日はちょっと時間があるときに、まあ、1本2本飲むぐらいで、こんな今日はね、ちょっと撮影用で今回いっぱい買ったんですけど、はい、はい、まあ、とりあえず、紹介する前に乾杯しよう、先に。はい、今日の僕の飲み物はこれね、伝説のホップソラチ、はい、ソラチ、札幌のソラチ、氷結レモン、はい、毎日これ。これね、これ美味しいですね、やっぱ伝説のホップ、いい音だね。夫婦の晩酌に乾杯。お疲れです。うん、うまおー、おいしい。匂って、これホップの匂い。キャンミン、ビールが苦手なのに。ホップ。ホップって感じ。これね、チューハイとかね、これいつものやつで、タコハイね。うん。いつめんですね。これね、いただいたやつ、角ハイ。これもいただいたやつ。これもいただいたやつ。このワインもいただいたんですよ。いただき物が。これね、福岡の、福岡の方にいただきましたということで、はい、まあ、これはね、僕ちょっとこれはね、人間を人をダメにするお酒ですよ、これほんまに。だいぶなっとるじゃん、うん、これも何本でも飲める。え、そうな、飲みやすいんかな、うん、と蜂蜜と、これみんな大好き、うん、酒るチーズのプレーンと、それよ、これが、チーズ味か、スモーク味。あ、スモーク味かチーズ味、そのままや。このオークがさ、オーブンかじっとったな。お口がかじったでした。はい。ピスタチオ、うんの。ということで、これチーズクラッカー。うん、これあと紹介します。これもね、いただきました。これ食べたい、みこれ食べよう。これちょっと狙っとったよ。やっとった。冷蔵庫入っとった時に。崎陽軒のやつなんだもんね。これ横浜の崎陽軒のシューマイ。うん。と、まあ、ちょっとおでん食べるかどうか分からんけど。入ったらな。うん。おでんを入ったら、うん、お腹に、あ、うん、はい、おでんを食べます。はい、冷やしおでんにする。やだ、あったかいのがいい。冷やおでん、冷やおでん、あったかいのがいい。冷やかった食えだ。あとこれが、マルゲリータピザです。チーズピザ、チーズピザ、これでさ、蜂蜜かけるのにチーズピザに。もう冷やみ食えだん。そうそう、で、これみんな大好き生ハム。あ、おいしい生ハムちゃん。おいしい、おいしい。で、このさっきのチーズオンクラッカーに乗っけるキリと、ガルバチョフ、違う、カチョコバロ、カチョコバロ、うん、はい、と、みんな大好き、これが一番俺好きな唐揚げの中で。いつもこれ買うの、唐揚げの時、うん、これ何食っても太るやつ。いや、太るけん、食べたら太るんや。これ太らん、毎回思うけど、食べたら太るけん。食べてねえのと食べとるやつだったら、食べとるやつの方が太るけん、そりゃ。ブロッコリーより、ええ、まあ、普通の、うん、唐揚げよりはって感じですね。うん、これミーのおすすめ。これが、あの、これは食べたことあるんだけど、この普通のやつ。そうそうそう、エッグソーダのやつ。そう、これは食べたことあったんですけど、これはね、僕普通たかった、どっちかって言ったらエビとか、うん、エビシューマイのが好きなんですよ。あの、味の素のエビシューマイめっちゃ好きで、今日もあれ買おうとしようときは、嫌だこっちがいいって、うん、100円高かったよね、こっちの方が。で、これはたこ焼き。これなんかあれで美味しいんだろ。これはこの、なんか友達が言った、このたこがついてるやつが美味しいよって言った。あ、そうなの。うん、丸中とかそういう系にしか売ってねえ。ちょっとこれかどうか分からんけど、あったんかどうか。たこがついてる、もともとたこついてるじゃろ。たこの絵がついてる、このたこの絵がついてるやつが美味しいんじゃって言って、うん、あ、そうなの。そう、言ったけど、もうみーもうろ覚えじゃけさ、これじゃろ、多分って。まずどれから食べる。うん、シューマイかの、まずシューマイ行くじゃん、うん、はい、ヒョウケンのシューマイってことで、ちょっと一旦冷蔵庫に入れて、はい、シューマイをチンして食べようと思います。お願いします。美味しそうです。ちょっとウイスキー一杯だけちょっとね、いただきます。食べていい、山崎さん、いいよ。
ただきます。一杯だけ甘さきいただきます。うまい？崎陽軒最高？うまっ。いい酒のつまみだわこれ。じゃあ崎陽軒いただきます。横浜の方がいただきました。うまい。うん、うまいだな。このなんか肉汁と肉のねっとり感がいい。うん、ああ最高やな。マジで進むな酒が。こんな感じで真空パックでしたね。からしがついてて、これポン酢で、うん。え、お取り寄せとかできるのこれ？あんまできんのかな、お取り寄せとかは。わからん、でも駅とか売ってるよ。うん。うん。和歌山？うん。多分横浜の方。うん。だからそっちに行かんと足りれんのかな。うん。うま。うまいなこれ。美味しいです。美味しいです。美味しいです、ほんと。幸せです。幸せなことしかねえよな。うん。じゃあ、うん、明日からあれだな。うん？明日じゃあ、お酒やめる？晩酌。やめるよ。何やめる？ダイエット。どうぞ。どうぞ、どうぞ。みゆは別に。うまっ。うまいな、マジンガーで。マジで美味しい。うまいな、食べるよ。なんで？マンバ？何でもいらんの。美味しいな。うまいな、でも食べるよ。なんで？バンブ？うまいな、シューマイ。美味しい。ご飯欲しくなるわ。うまっ。うん。これ食べようかな、おっさん。もうこれだけで口いっぱいにして。うん？え、押してうまっ。うん、してよ。ゲームなんか悪いが、さすがにジャンケがもらった口いっぱいして、これニュッとは余裕で絶対入るもん。出てよ。うん、ダメだで出したんだよ、人間性歌わないうまい、マジでやばうま。食べるの？食べやった。まだまだ今日はいっぱいあるって。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。次はじゃあ何行こう。今日はわけたんワインを飲もうと思います。どうやって開けるの？そうじゃ、これのさチーズ、うん、これもいただいたんよ、麦焼酎。いただきすぎじゃない？いただきます。ちゃんとお礼言うとる？はい。これはね、大分の、パパさんからいただきました。優しい人がいっぱい、うん、でも、オー君と一緒の子がおるんよ。同い年？うん、で、男の子で、うん、でかかったね、オー君よりでかかった。比べてあるっけ？比べてとかじゃなくてやろ、うん、でも、あ、でけえな、見た感じでわかるんで、おっきいって。あ、おっきいんすね、あ、おっきいんすよ、って。これ本格イチコの黒瓶。大物になるな、その子。すごい瓶の匂い。何言うても、そんなシーシー言わんのシーシー頼まんタオコ詐欺おる人だよ。あ、うまい、焼酎のソーダ味。やっぱ避けるチーズうまいな。うまい。これどう、食べれる？うん。チーズ、チーズ後はどうなるよ。ちょっとこれチャカバロ、チャカバロ、うん、全然美味しいからな。
食べていいよ、食レポしとって。だいぶつながったの、うん、醤油とかやったらうまそうだな。うわ、見て、いただきます。もう今日のメインよ、そのチーズ、食事で。うん、ボーノ、ボーノボーノはどうかな、ボーノだっけ、あ、ボーノかどんだけのワインチーズに合ワイン、どうやって、これまさかあれかな、あれがいるやつか、あ、これ、うん、持ってる、持ってねえよ、そんなもの。え、何よこのバンシー、可能性はある。 あら、年かなかったっけ、ちょっと見てみて、わからないと思うけどな。あったような、ビヨーン、え、こうやってやるの、くるくる回していくよ、そうやって、わからん、なんかこれな、昔やってからさ、コルクが入ってしまったんよ、コルク入るの、つれえな。はい、これくるくる、ずっと取る、それ抜くだけ、結構これさ、うん、途中まで行ったら、うん、取れて、うん、これが余っ、まあ、それだり、うん、それだったらどうなるの、どうするの。あ、行った、行った、行った、行くよ、うん、頑張れ、手気をつけてな、こうキュッキュッキュッてするみたいな、頑張れ頑張れ頑張れ、おお、よかった、マジこれ。これやっぱまっすぐなってなきゃダメなんだ。ダメ、そうじゃそうじゃ。変な見方したけん。初心者はダメですわ。ダメですわ。音がやばくて見て。きっちゃねえな、やめんそうじゃん。音聞いて、音聞いて。うん、え？すげえすげえ、何の音？たた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 。たた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 た。乾杯。はい、乾杯。あ、美味しい、このワイン。美味しい？ちょっと飲んでみて、ほんまに。あ、全然渋みがないわ。あ、うまい。もう。俺今まで飲んだ赤ワインで一番美味しいかもしれん。ジュース、ぶどうジュース。うん。これいけんわ。これいけん。まだ大人にはなれんわ、なりきれん。そんなんもうスンって飲めるようにならねえけんだろうな、スンって。こうやってでもノリで飲むか、シャンパンとか結婚式とかで。じゃあノリで、シャンパンとかはなんかこうもう飲み慣れたっけ、別に大丈夫やけど、うん、ちょっとハム食べようや。うん、ハム開けて。はい、じゃあこれハムとこのクラッカー開けます、うん。クラッカーが美味しいよ、またな。ハムとチーズとクラッカーとか抜群だよ、絶対。絶対うまいね、これ、うん、ハムチーズクラッカーとかも完璧なんよ。バジル、バジル、バジルいる？これにクラッカーにハム乗っけて、このカチョさんを乗っけるよ。いただきます。そんじゃ、そん、うまいな、うん、やばい、これも明日、明日もうなんもねえけえわ、用事が。あるよ、ちゃんと起きてよ。もう最悪寝過ごしてもいける。見せてあげて。ハムチーズ。絶対うまい。ハムチーズとか絶対うまい。バジル欲しいな、バジル。これ絶対うまいやつよ。天才かもしれんな。これ絶対うまいやつ。考えた人天才やね。うん。これってバーで200円、これ200円でも買うもんな。うん、
生ハムのうまさよ、マジで。ん？これうめえな。美味しかった？じゃあチンするもう一回。ちょっと一回チンしようよ。いいよ。うめえ。うめえ。もう可愛いもん。見て可愛くない？可愛い。おしゃれの塊やん。これだけでいきますわ、最初、うん、バー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 、うまい。課長やばい、課長やばい。私服じゃん。私服？ちょっと待って、寝負けだけど、ね、うん、生ハムクラッカーチーズ。いらんことせんだよ、自分の取り分だけにして、うん、これハニー、あ、うまっ。もうなんだこれだけでもんね、うん、個人的に俺これ好きだよな、このチーズに蜂蜜っていうのが好きよな、うん、甘じょっぱいみたいな感じ。うん、それ食べれんのよ。ピザのチーズ、蜂蜜だけのやつあるが、誰が食べれん。結婚式か二次会とかでさ、うん、出てくるのがチーズの甘いやつ。知らん。ハニーチーズピザとかった。みなげし食うよ、俺。みなげし食うだ。うまっ。これうまいわ。美味しい？よかったね。ちょっきり取ってきり。ワインがさ、ワインはいいね。悪酔いするんじゃない？するじゃろうな。明日行けないかもしれない。頑張って。あ、ダメよ。行けれんかもしれない。マジでやめて。ん？怒るけよ、ほんまに。行けない。起こして、起こして。起こすけど。ちょっと調子悪い。調子悪いよ、昨日飲みすぎて調子悪いとか言ったらほんま怒るけよ。うん、贅沢いくな。2分の1いったチーズ。もうダメよ、やめなさい。あー、マジでうめえ。こうちゃんがいろんな味覚えたら多分やべえね、うん、刺身とか食い出したら多分やべえと思う。寿司とかの刺身食い出したら食ってほしいな、大トロとかあげても多分やべえと思うね、ほんまに。子供は見境なく食うけん、遠慮なしで、うん、だんだん、ないは絶対刺身食わん、うん、冬は食いそうを、うん、王くんはめちゃくちゃ食うわ、うん、ないは多分食えるんだろうな、いつまで経ってもないはいつ食えるんだろう、生魚。いや、食えれんと思うよ。一緒、食えれん子はもうずっと食えれんけん。冬はなんかちょっとした食えそうやな、うん、美味しいとか。じゃあ年取るごとに食べれるようになっていきそう、うん。みーがもともと生とか見つけやねん。うん、吉町だけどな、うん、魚がもともと好きやねん。お魚大好きよ。やろうな、漁師町憧れじゃもん。魚がいつでも食える。お肉より魚だと思うよ。うん、魚がいつでも食える状態だったらそうはならんけん。肉がいつでも食えるとだからそうじゃないよ。うん、だけ魚より肉の方がやめよう。俺だけ農家だったけん、じいさんが、うん、桃とか マスカットとかいつも食える状態だった、うん、肉関係なくね、そう。桃とかは別に関係なくね。うまい、これベロベロじゃん。もう飲まんで、ワインベロベロ。ワインってベロベロになるのかな。ワインってさ、悪くなる一回開けたら。一回開けたらちょっと酸化すんの、ね、うん、ゴリラ風ですねえよ、なっとかめよ。冷静に食べやすさは、うん、そこまでのことだ。そうよ、そう。
あれよ、なんていうんけ、この前勉強したんよ、見た目気にする人って結構おるじゃん、うん、見た目からこう入る人とか、うんうん、で、なんていうんけ、あの外見、あ、ルクシングみたいな、ルッキングなんけ、ルッキングアフター、違う、なんかな、そんなんがあるよ、名前、うんうん、見た目で人をけなしたり、うん、見た目で自分を蔑んだり、うん、あったよ、みえもちょっと前まであったよ、ちょっと太ったなって思ってさ、うん、なんか痩せんといけんとか悲しい気持ちになったんよ、うん、それを健康のために痩せにゃいけんとか、うん、体重維持しにゃいけんっていうのは、うん、あ、ルッキズム、ルッキズム、うん、何それ、ルッキズムっていうのがあって、うん、その太っとるのが、うん、別に悪いことではねえじゃん、うん、ちょっとポチャっとしとる人とか、うん、健康に異常はねえけど、うん、そういう人、うん、もうおるわけだが、うん、でもなんかこう SNS とかでさ、うん、で例えばミユとか昔より太りましたねとか、うん、あるけど、太りましたね、太って可愛くなりましたねじゃったら、うん、別にそれは該当せんけど、うん、太りましたよね、なんで痩せれないんですかとか、うん、いやそういうのってあるじゃん、うん、今回だってゴリラのことだってさ、うんうん、そういうのは太るイコール悪いこと、うん、痩せるイコールいいこと、うん、みたいなのを定着させとる、うんうん、でそれは おかしいよなみたいな、でそこまでの人なんや、外見を気にしすぎとる人、内面を見てねえ人、うんうん、もうだって結婚したらさ、うん、もう外面とか別に、あ、太ったけん離婚しようとか、うん、いやおるんかも、顔が老けたけん離婚しようとか、もう、うん、もうこいつええわっていう風になる人おるん、私さ、それはそこまでなるんかどうか分からんけど、うん、それで判断する人もやっぱおるんだよね、結婚したんだけどさ、もう決定事項じゃん、もう、もうグループになってくださいよ、うん、帰れませんよグループ、うん、君たちはもう一生グループですみたいな、うん、まあ離婚という選択肢もあるかもしれんけど、基本的にはまあ離婚専用に結婚生活するわけだ、うん、外見で判断してないしな、うん、みゆはこの体に意義を持って生活しようけ、幸せ二人ってこと幸せないよ、幸せでしかねえもん、だって今もうハゲても、俺ハゲてもなんともないもんな、うん、マジで今朝起きて髪が全部抜けても、うん、あーやべえなみたいなぐらいのレベルよどうしたんって言うと思う、うん、大丈夫、病気とかないじゃん、なんか体不調あるんじゃないと思う、スキンヘッドでええか、これ、うん、でも潔くスキンヘッドにするのは全然と思う、うん、これ中途半端にハゲたらスキンヘッドしてやけどさ、うん、何の老化じゃけ、うん、コンフラッカーマジでね、シェリーが言うたルッキズムのことをね、うん、シェリー、シェリー、あのシェリー、あのシェリーが語りょうたんよ、うん、女のなんとかの夜みたいな、うん、で語りょうて、そうですなと思って、みーも自分のこと太ったって思っとったけど、うん、別に太ったってことが悪いわけじゃねえよな、うん、それにとっての魅力もあるし、だって太っとる人が悪いって言うようなもんじゃが、うん、自分が太ってから太ったわって言うたら、うん、自分より太っとる人のことを悪じゃって言うようなもんだから、自分が、うん、その国立の大学行きました、うん、別に高卒の頭悪い人が、うん、悪いわけじゃねえが別に、うん、それと一緒やルッキズムって、そう、そんな感じマジ で自分が美しいって思う体があるが、うん、それ例えば見えちゃったら芸能人で言ったら明らかになれるわけじゃないけど、うん、あの楽天モバイルの CM しとる人、ユニクロの子、あの人めっちゃ綺麗じゃん、うん、めっちゃ綺麗、羨ましいと思うけど、あれって憧れだけん、自分が美しいって思う体とか美しいって思う顔になりたいって思うのは別に悪くないんだけど、うん、自分のことを蔑むのが違うよみたいな、人のことを蔑んどるのと一緒よみたいな、そりゃそうやなと思って、うん、でもこの YouTube して、うん、まあ今
YouTube とか TikTok とかインスタとかして、まあ、で仕事もして、うん、家建てて、うん、子供3人います、うん、でも俺昔から勉強マジしてねえよな、うん、夏休みの勉強も冬休みの勉強も、うん、宿題すら俺したことねえぐらいのレベルになる、うんうん、で高校も面接行ったけど名前書くだけで合格できるぐらいのその簡単な高校行ったよな、うん、でも掛け算割り算分からんのよ俺、その 5×2 とか分かるけど、うん、そんななんか筆算とかが分からんのよな、勉強してないけん、うん、小学校3ぐらいから何に教えられんもんな、うん、そんなんでもやっぱ生きれるっちゃ生きれるんよ。じゃ勉強が大事とか大事かもしれんよ。でも X2 乗とかしょったけどさ、うん、あれとかもうほんま解こうとしてねえわけ俺。あ、分からん、もう分からん、何もしてない。でも書いてねえテスト、うん、100知り出しとったよ。もう1点とか2点とかよ、うん、まあその勉強できるのはさ、その場のあれにちゃんと適応できとるかどうかの判断もあるし、それを応用マネーで X とかって、うんうん、ミエだってさ X の問題で分かるけど、それを大人になって当てはめて X に数字を当てはめて、これをすればこの数式をすればできるっていうのは分からんか、うん、使うことねえじゃん X2 乗 π2 乗とか、うん、分からんけど、そのなんていうんだ、多分その勉強自体はその学年でちゃんとやりおるっていうこのプロセスみたいなのが判断されたんじゃない、その社会ではそんな使用せんけどみたいな、うん、じゃあここで問題です。まあ小学校とか中学校って、うん、算数国語理科社会、うん、体育とか、うん、まあなんかあるが、うん、俺高校中学校なので、うん、1個の教科だけ、うん、まあ、80点だった、大体80点からベベー社会のの歴史ベベー何のって地理地理俺地図ずっと見ようって地図ずっと見ようってだけん算数のある授業あるが、うんうん、教科書を算数の教科書を置いて、うん、中に地理の地図を入れとったんです。そんな地図が好きだったの、うん、だからずっと見ようって、うん、でプラスもう家でも桃鉄とかしとったけん、うん、もう日本の地理はマジで。いやすげえな、地理はほんまに無理、うん、じゃけん長距離トラック乗っとって楽しいっていうのもあったし。ああそうかそうか、お父さんとかも行ったりしようだもんな。そうそう、で何県は何があるとか、うん、何県は何特産とか。大人になってもマジ多分ほんまにアホじゃけん、大人になっても、うん、その地理で、うん、この県は何特産とか、この県がどこにあるとか、うん、この県は何地方とかっていうのは分からん。もう中国地方しかさっぱり分からん。あ、静岡におっちゃんがおるけん、うん、静岡周辺は分かるよ、うん、静岡、神奈川、東京とか、うん、ね、そこら辺は分かるけど、香川もうる覚えだし、ちょっと何か四国地方もうる覚えだし、中国地方だけと、あと何がたまになんか持って帰るか、地元の倉敷の町の協業、うん、工業暮らしの生活の町みたいなあるが、ある見るもん俺マジで楽しい、あるの。でさ、工業とかそういう、なんていうんかな、各県のその工業の売り上げとかそういうのがなんか好きなのな。で逆にさ、ちゃんけ商業行っとるじゃん、高校。商業でも商業じゃねえよ。いや、あれだろ、商業じゃん、うん、でも商業じゃん。ほんまでも勉強してクラッシュとか行けないかったなって思っちゃう。ねえ、ってなったらボッケあれやからね。商業はでも違うだろう、あれ、地理と。いやいや、その工業系とかさ、あるじゃん、いろいろ。じゃあそこら辺、自分が好きなところを特化したやつに行きゃ、うん、めっちゃ才能開花されたんじゃない。でもな、その時は、うん、中学の時は、車が好きだったんよ、うん、バイクとか。うん、なんか、自動車、カミちゃんとか行ったけど、うん、多分乗るのが好きなんだけど、うん、奥君と一緒でもうだけ自分が勉強になったらええんよ。いや、ほんまにな、もう乗るのが好きなんだけ。おばちゃん生まれてからほんまに意識で思うのが、
なんで男の子って潜在能力だから車が好きじゃん。車か恐竜、うん、どっちかにこう分かれるじゃん。でも大体車の子って多いが、多分まあ王くんが恐竜好きかもしれんけど、俺が恐竜のもの買わんし、うん、車のものは買うが。で今日だってアンパンマンはさ、アンパンマンの YouTube とかはなんかバーって書いたり飽きたりするが、うん、車ずっと、あれは何、潜在能力だの。男の子イコール車が好きみたいなのあるんかな。やっぱ乗り物が好きとか、ちょっとなんかそういう刺激なもの。だけどその YouTube 見る、それ生まれておもちゃ何も買い与えん時に、うん、恐竜、うん、仮面ライダー、車、ミニカーあったら、うん、どれか分からんけど、もう 俺が遊んどるが。え、でもアンパンマンだってようけ見る、通うるわけじゃん。アンパンマンのおもちゃがあります、うん、車のおもちゃを買います。でもそれは遺伝なんだな。そう、買い与えるって言ってもさ、買い与えても結局あんたなんてもう汚されとんねんけしまったりするじゃん、うん、しまうんだけど家にあるのやこほんまになんかそこら辺の家っちもね、ミニカーだけじゃん。じゃ遺伝っちゃ遺伝なんだな。だから俺がだけどどっちか言ったら、もう子供の頃は戦隊ものは全く興味なかったんよ、うん、恐竜はマジで全く見てもねえし、うん、昆虫、虫、うん、虫はもう大嫌いだったから。ああ、虫はちょっと嫌かもしれないけど、虫はもう論外なんよ、クワガタとか。いやでも分からない、もうちょっと大きくしたらだって、うん、クワガタとか虫とかだってそこら辺ダンゴムシはこう取ってくるかもしれない。そこらいかんよ。でもいや、いかんねお前、持ってくるかもしれないのよ、うん、虫は俺ほんまに嫌い、うん、釣り、魚はまあまあ頑張ったら触れるかな、これてか釣り行こうや、お父さん、パパ釣り行こう、うん、あまあまあええまあなんかちょっと行くよみたいな。お父さん森でセミ捕まえ行こう。いや、やめようやめようセミはやめよう。いや、それこそじゃあ釣り行こうって言ったら和田さんに頼んで、うん、和田ちょっと釣りて和田さんうめえんだろ、まあ、釣り行くんならまあその釣り船持ってる人に、うん、でちょっと安全な、ちょっとちゃんと分かってる人、釣りのこと、うん、俺あれが好きだった、うん、ロボコンと、あ、好き、赤いやつだろ、うん、ロボコン好きだった。ゴキブリ嫌いなのけ、うん、一緒ないちゃんけじゃん、ロボコン、うん、ロボコン似てる、うん、ちゃんけがロボコンだった、うん、ミエもロボコンじゃな、ゴリラ夫婦じゃけん正直なよな、ロボコンって、うん、ゴリラ夫婦ってでもさ、うん、グレーゾーンやな、うん、グレーゾーン、あとやめかろ別に、うん、好きに入れてくれ、うん、楽しんだらいいよ、うん、そう言って楽しいなら全然、うん、もう楽しました、あげとるって思ってる、基本的に何でもええやもん、うん、何でもええや、うん、俺は夫婦のことは別に 何でもいいよ、もうゴキブリ夫婦でも何でも、ゴキブリ夫婦ちょっと傷つくかもしれんゴリラより傷つく、うん、まあ、子供のこと言わないかったら何でもいいよ俺は、うん、誹謗中傷でも何でもな、子供のこと言い出したらもう通報もなかった、うん、それはそう、うん、それ仕方ね、手を打ったらじゃあ映すなってやつが出てくる、うん、俺はそれ、トルかけた、うわ、これは鬼クラス、これ一丁前のやつやか、鬼クラスです、一丁前ってどういうこと、一丁前、一丁らんのやか、これ一丁らん、これはい、熱々食べて、うん、ちょっと待って、自分で食べるから、俺熱々して、何俺熱々してってこと顔につけないってこと、言ってもいい、言って、いただきます、なんだっけ、ん、何の中心前な、エビスよ、うん、うまい、うん、うまい、でも俺味の素のエビシューマイが好きかもしれない、
キングボンビー、あ、うまいわ。味の素のエビデマイとは比べ物にならんで。うん、よかった。でもやっぱ業家の方が美味しい。うん、肉感はやっぱこっちの方がちゃんとある。いるよ。何言ってるの。なんで取り込んの。口の中今入れたんだけどやめてよ。なんか口の中これでいっぱいにしたい。うまーい。口うちる。何口うちる。口うちる。うめー。口うちるって知らん。知らん。うまいわ。感想言ってたみたい。見てねえよ、食べると。ほんと顔上げて。うん、よくそう。なに？好きに食わせや。マックスバリュー？好きに食わして、おいしいもんぐらい。うめえ、チュルチュル。YouTube のために生きとるわけじゃねえけど。チャイニーズ食べきっとんな。うん。うん、とか言わせやな、お前。じゃねえよ。違うパーティーです。まあ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 、こじ。うん。でも味の素の方が美味しいかもしれない。ほんまに？うん。多分それ洗脳だわ、味の素の。味の素の洗脳に劣る。味の素回しもんじゃけん。ほんま回しもんじゃと思うわ。いや、味の素の餃子はマジで負けんと思うよ、うん、どこの餃子よりも、うんうん、奈良のやつあるが、栃木か、有名な餃子、うん、何っけ、あそこ美味しいが、うん、あ、でも大概美味しいけど、うん、それ奈良、何、栃木岐阜、うんうん、やつの方が美味しいで、そりゃ。何ちゅう餃子だっけ。知らん、覚えてないけど、美味しいやつ、ニンニクマシマシの。あ、分かってくるやつ。うん、都の城やん。都の城違う。んそんな名前がね、今玉かけたろ、丸岡じゃろ。うん、これ都の城よ、これ。どっちの話。都の城ってとこにあるよ、丸岡が。そんなこと言われても知らんよ、何地理が詳しいけど、疑問してけど。都の城じゃろ、知らんか。逆に都の城知ってると思ったの。どうした、なりね、これ x イコール π イコール2乗用みたいなやるもんで。何 π って。これやん。π とかって実際使うの。そうだ。あんまりしまうね。小松さんがやよ。あんまり。あんなタオルないの。ないそこのあれしかない。乾杯。タオルで拭いてよ。俺だ。なんだ。アントラシン。アントラシン。わざとらしい。Ah.